医師は誰ですか？130人を安楽死させた実在の医師をモデルにした殺人犯、ドクターデス。殺人の依頼は闇サイトで引き受ける。ドクターデスからの報酬の要求はなかったそうです。殺害の手口は安楽死。被害者の遺族に感謝すらされている。果たしてその正体は。お前この5年間一体何人殺した？ドクターデスの遺産、ブラックファイル。もぎちゃん、中ください。はい、あともろきゅう。はい、長いちょ。お前おっさんだな。うん、なんでもない。いや、それなんだよ。ああ、これさやかちゃんにもらった。かわいいです。あ、さやかに。これなんて書いてあるの？交通安全お守りだって。クソ、なんで高千穂だけなんだ。あ、そっか、そういうことか。犬飼さんは助手席、運転してるのは私だから。さやかちゃん、さすがよく見て。お待たせしました。なる、うん、なんてことするんですか。それ最後に食べようと思ってとっついたのに。なんだよ、ボンボチくらいで。分かったって。大丈夫、ごめん。あ、ボンボチ一つちょうだい。今日はボンボチ終わっちゃいました。最後は楽に殺して差し上げます。130人を安楽死させた実在の医師をモデルに映画化。あの先生は救ってくれたんです。お前この5年間一体何人殺した？警視庁ナンバーワンコンビが安楽死による連続殺人犯に挑む。救世主か、ただの猟奇犯か。ドクターデスの遺産、ブラックファイル。 Hi there, movie lovers. Did you know that Gangs of New York includes a shot with the World Trade Center, although it was completed after the events of 9/11? Director Martin Scorsese purposely left it in, stating that the movie is supposed to be about the people who built New York, not those who tried to destroy it. Make sure to click below to subscribe or on the side for more awesome content.